吉村美恵子は、日本の政治家。山形県知事。山形県大江町沢口に生まれる。旧姓は鈴木。山形県立山形西高等学校を経て、お茶の水女子大学に進学。大学では、教育心理学を専攻。卒業後の1974年4月、リクルート入社。1976年結婚。 翌1977年退社。夫の母親が病気となり夫は司法試験を受けるために東京に残り、吉村は1978年長女を連れて山形に帰郷。岐阜母と同居しながら子育てに専念。46歳の時に夫が病死。以後社会復帰し、山形市総合学習センターで非常勤教育相談員として勤務。 1998年県の教育委員に就任。その後、総合政策審議会、入札監視委員会など多くの委員を担った。2000年行政書士を開業。2008年スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム山形でボランティアスタッフとして活動。2009年1月25日に投開票が行われた山形県知事選挙に立候補。ちなみに、 この選挙は、同年に初めて行われた選挙で、また、麻生内閣成立後初となる、与野党対決の大型選挙となった。当時、現職であった、斉藤博士は2期目の当選へ向け、前回同様自民党や公明党といった、与党側からの事実上の支持を得て、部所属での出馬を表明した。これに対して吉村は、斉藤県政に不満を抱いていた自由民主党の岸、 高一参議院議員、当時、民主党、社会民主党、日本共産党などの野党、連合山形や、実地労山形県本部などの支援を受けむ所属での出馬を表明した。リーマンショック後の雇用危機を受けて、雇用創出1万人、プラン、農林水産業を再生するための、農業産出額3000億円、義務教育の少人数学級完全実施などを掲げ、 対話を重視する温かい県政を主張し、事前の予想を覆す形で現職を破り、初当選を果たした。2月14日、第50代山形県知事に就任。全国では歴代6人目、東北地方では初めての女性知事となった。国土交通省中央建設業審議会委員等も務めた。当日有権者数。 96万6786人、最終投票率 65.、65.51%2013 年1月10日、山形県知事に無投票で再選。県内で知事選が無投票となったのは1959年、阿ビコ・東ウキが再選されて、以来54年ぶり。吉村は政党に推薦願いを出していないが、共に吉村県政誕生の原動力となった。 民主党が支援、社民党が一歩踏み込んだ、知事、共産党も前回に続く支援の方針を決定した。一方、前回知事選では、ほとんどの議員が前職の斎藤をした自民党は自主投票としたが、県議会自民党、会派32人のうち22人が公明党、無所属の県議とともに、吉村美恵子知事を支援する県議有志の会を結成し、 支援を表明した。2017年1月5日国時の知事選には、吉村以外の立候補の届けがなく無投票で3、1000が決まった。出馬に当たって吉村は前回と同様、県民党を掲げ、民進党、社民党、共産党が支援を表明したほか、山形県町村会や連合山形などの、約1の企業や団体などの推薦を受けた。 公約に掲げたいつの政策目標今後の展開方向新型コロナウイルス感染症対策。ありがとうございます。